はい、太郎社長です。今日はね、このセブンイレブンのセブンイレブンで買ったものシリーズをやってみようかなと。セブンイレブンで買ったスパゲッティとボロネーゼ、そしてここにねミートボールがあるんで、これを入れてよくね、宮崎駿作品に出てくる、ミートボールパスタを作ってみようというのをね、ちょっとキャンプギア、このメスティンを使うと、あとこの買ったねチャムス、これ使うかどうかわかんないけど、こんなのを使いながらやってみようかなと思っています。じゃあ始めてみましょう。今日はね、まず火はね、いつものごとくね、アルコールストーブでね、行こうかなというふうに思います。今日はね、この中華のねやつ使おうかなと。たまにはね、半分ぐらいになってね、パスタが出ればよかったんですけど、ちょっとセブンイレブンでそれが見当たらなかったんで、今回はこれね、これもちろんこれだと入んないんで2つ折りします。料理なんで全部入れちゃってみようと思います。よし、人がついてます。こんな一番上、まずはボロネーゼ、強くなるかもしれないね。これで、はい、でこれでちょっとこうねかき混ぜて、あとねちょっと
ちょっとね、これはね、まあ、ちょっと味を引き締めるためにちょっと醤油、だし醤油をね、入れて、あとは、はい、蓋をして、で、ミートパスタを作っていきますよ。
ましたね。あ、煙もね、カメラで映ってるかな。もうね、あの湯気がメスティのね、サイドから登ってますね。やっぱあれですね、あの普段使ってるね、この自家製のね、これよりも火力がちゃんとしたね、あのアルコールストーブなんで強いのかな。だいぶ肉とかってますね。ちょっと中の様子を見ながら、ちょっとね、実験的な料理なんでね、やっていきますね。ちょっと一回火をさけて、ああこんな感じだね。パスタをかき混ぜます、ね、まだねパスタ硬いんでちょっとね、おお、ほう、びっくりしましたね、何かが爆発した音がしますね。これね、ちゃんとこうかき混ぜないと、あのパスタがね、やっぱね下にひっついちゃうんです ね。よいしょ、はい、まあ、こんな形でね、またちょっとグツグツやっていきます。ちょっとね、火が強すぎるんだね、少しね、気づいてる。そういう場合にはちょっとこれでね、火の調整をさせてもらいましょう。結構熱いですね。ね、これだと熱すぎるんだな。ね、ありましたね。ちょいね、硬く、ちょっとまだね芯が残ってるんで、もうちょっとパスタをね茹で上げたいですね。あ、熱い、味がうまいっす。これで大丈夫でしょう。でもね、さっきのねボンっていうのはびっくりしましたね。
じでね、ミートボールパスタ出来上がってますね。ちょっとね、わかりやすいようにね、こっちのね、この付録のチャムスの方にね、ちょっと移させてもらいましょうかね。だいぶね、こう焦げついちゃってね、今その下はね。よし、これはまずちょっと焦げついてしまった。もう後で水につけて取らせてもらいましょうかね。でもね、はい、完成です。ちょっとね、火は消させてもらいましょう。メスティンでね、ミートボールパスタ完成です。はい、こんな感じ。まあね、80点ってとこですかね。ちょっとね、メスティン焦げついてしまった部分もね、火力が強かったのかもしれませんね。はい、でもこんな感じでね、ミートボールパスタ出来上がりました。ちょっとね、この後試食してみましょう。しっかり麺というかね、パスタも茹で上がって、うまい。あ、これうまいね。これは成功と言ってもいいと思いますね。ここにね、ちょっとパルメザンなんかをかけて、んで食べていけたらなと。